こんにちは、新大正輔です。本日は奈良市の近鉄大和西大寺駅から東京内、秋篠沢和町にございますノーザンライツというところの、ご紹介をさせていただきます。はい、こちらの方ですね、リビングの方からね、ご説明ですね。約12畳ほど、ございますので、このスペースでダイニングテーブルやソファーを置いていただいて、くつろいでいただくスペースとしてお使いいただきます。はい、壁の方はですね、レンガ調のクロスを使用しておりまして、非常に、おしゃれな空間となっております。またこちらの方は1階のスペースになりまして、特別に、テラスということで、大変広々としたスペースが使っていただけます。またシャッターの方ついておりますし、窓の方もクリアガラスを使用しております。エアコンの方ですね、1台備え付けとなっておりますね。次にその隣の部屋ですね、こちらの方は 5.5 畳から6畳ほど、ございまして、まあ、ベッドを置いていただいて寝室としてお使いいただいてもいいかなと思います。はい、こちらの方はですね、収納スペースでございます。収納奥行きがございましてですね、またお洋服の方も、ハンガーパイプ2つついておりますので、たくさん、収納していただけるようになっております。またリビングとはですね、こういった形で閉めれるようになっております。また開けていただきますと、まあ、下の方はバリアフリーで、上の方まで、開けるような形になりますので、非常に開放感のあるお部屋としてお使いいただけますね。カウンターの方にですね、こういう棚が、ございまして、非常に使いやすいところとなっております。こちらの方はですね、モニター付きインターホンになっております。こちらの方はですね、オートロック付きとなっておりますので、ロビーの方からお話ができるようになっております。はい、次にキッチンの方ですね。キッチンの方は3口のガスコンロを備え付けのシステムキッチンとなっております。調理スペースやシンクの方も広々となっておりまして、上の方にはレンジフード、下の方にはですね、こういった収納スペースがたくさんございますので、まあ、お鍋やフライパンも十分に収納していただきます。この辺りに冷蔵庫と食器棚を置いていただけるスペースになっております。はい、そしてですね、こちらの方は、お部屋かのようなぐらいですね、広々としたウォークインクローゼットになっております。まあ、これぐらいのですね、収納スペースございましたら、お部屋の方もすっきりと、お住まいいただけるのかなと思います。次に、廊下の方に行きますと、こちらの方にお手洗いですね。こちら嬉しいウォシュレット付きとなっております。はい、奥の方にはですね、玄関スペースになりまして、こちらの方にはシューズボックスも備え付けとなっております。またこちらの方にはですね、姿見がございまして、ちょっとした収納スペースにもなっております。はい、最後に洗面所の方はですね、こちらの方にまず室内洗濯機置き場の方と、独立洗面台のシャンプードレッサーになっております。非常に横幅が広く使いやすい洗面所ですね。はい、最後にこちらバスルームですね、大変広くなっておりますので、ゆったりと、くつろいでいただけるスペースになりまして、追い焚き機能や、自動湯張りもついております。上の方には浴室乾燥機もついておりますので、雨の日、洗濯物を乾かすことも可能ですので、非常に便利な機能になっております。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のおもすけでは、皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。